ユニフォンテレビ。市内や秋田市でフラダンス教室を開いているフラハラウオメデアロハの協力のもと、今日からオリオリフラダンスをお送りします。ハワイ語で楽しく愉快にという意味を持つオリオリ、皆さんもぜひ一緒に楽しんで踊ってみてください。フラダンスを教えてくれるのは菊池美恵子さんです。本庄にあるスタジオを中心に県内各地でフラダンス教室を開き、その魅力を多くの人に伝えています。私のお弟子さんが教えてるクラスっていうのも合わせると、200人ぐらいはいます。県内ですね、もう8割は50代以上ですね。骨折防止講座もやっててですね、そういう方々は65歳以上なんですけれども、下半身すごく使いますから、歌の順番を覚えるっていうのも脳トレにもなりますし、今回教えてくれた踊りは市社会福祉協議会が開いている転倒骨折予防教室でも教えている曲です。1回目の今日は1曲通して踊っていただきました。また足腰が悪い人は椅子などに座ったまま上半身を動かすだけでもいい運動になるということです。綺麗なお花とか衣装を身につけて、癒される音楽に合わせて踊るっていうのが最高に気分がいいっていうか、皆さんとね、仲間と一緒に笑顔で楽しく踊るっていうのがストレス解消になったりというところでしょうか。皆さんもぜひ一緒に踊ってみてください。手を腰に膨れれ
オリオリフラダンス。次回からは4つのパートに分けて振り付けに込められた意味や体の動かし方などを紹介していきます。どうぞお楽しみに。